皆さんが想像するイタリアとはどんな場所ですか？ローマ帝国から続く長い歴史やルネサンス時代が生んだ芸術遺産、世界で最も世界遺産が多い国と知られ、暖かい気候と陽気な人々が暮らし、世界で最も料理が美味しい国と呼ばれ、全世界の人々を魅了する国。そんな表の顔とは裏腹に、今回現在イタリアで抱える深刻な問題の実態を確かめてみたいなと思います。はい、皆さん、What's up? バッパー翔太でございます。現在はですね、イタリア・ナポリに来ております。前回の動画でですね、華やかなイタリアの文化について動画回したんですけど、まあ各地ですね、いろんな人と話して、華やかなイタリアがある裏にはですね、現在イタリアは根深い闇を抱えていると。イタリア全土ではですね、廃墟廃村が広がり、人が消えていき、ゴーストタウン化していっているということを聞きまして、まあ今回はですね、イタリアの闇について見ていきたいなと思います。南北に長いイタリアでは、北と南、料理、人柄、文化、まるで別世界なのですが、今回は特にイタリア南部にゴーストタウン化が進んでるとのことで、実際に訪れてみたいなと思います。さて皆さん、着きました。何これ、山の上、丘の上にある都市みたいな感じで、すごいなこれ。ここはですね、クラーコと呼ばれる西暦540年に移住してきたギリシャ人によって、急な斜面の丘の上に築かれた都市ってことで、前世紀では人口2600人までになったみたいなんですけど、長い間洪水や地滑り、地震に悩まされ、1892年から1922年にかけて1300人以上がアメリカに移住したってことで、まあ、その後もね、自然災害が続き、1980年に最後の住人たちが立ち退き、ゴーストタウンになったと。いや皆さん、これはもう歴史的宝ですよ。電気も何もない時に、こんな辺境の地に都市があったなんて、皆さん信じられますか？見た感じですね、これ1階が多分家畜の置き場所になってて、2階3階に人が住むみたいな感じの家のスタイルですね。皆さん、2階にはなんとゴッドの赤ちゃんがいます。ヤギ、これ普通の赤ちゃん、赤ちゃんファードボール2階に、ここに扱われとって感じだね。何人かポツポツで人に出会って、ちょっとイタリア語で会話通じんかったんですけど、話したんで、今こうやって家畜の子供、赤ちゃんの生き物になってるね。はい、今2階と3階なんですけど、3階がもう下抜けちゃって、こんな感じです。まあ円型やったんや、すごいな、全然ちゃうやん日本と。上のね、低いのですね、全部レンガ引き締めてあってみたいな感じですね。イタリアはですね、ヨーロッパ農業大国、フランスに続く第2位ってことで、昔から農業がめちゃめちゃ盛んだったみたいなんですけど、まあ、今回高速を降りて気づいたんですけど、イタリア現在もまだまだ古い文化が残ってそうな雰囲気です。馬に羊ですよ、モンゴルでもあるまいしみたいな。でイタリアはですね、ヨーロッパ有数の地震大国としても知られてるみたいで、数多くの自然災害の被害を受けてて、まあね、今回道中ですね、いろんなところで道路工事してる光景が見受けられましたね。まあヨーロッパイコール地震大国って、まあ全然想像してなかったんですけど、まあヨーロッパでも場所によるって感じですよね。いや、僕が想像してたイタリアってローマとかベニースなんですけど、いや来てみれば美しい自然、田舎が広がってますね。いやー、びっくりです。はい皆さん、続きましてやってきました、ここもですね、廃村化しております。すごいな、雰囲気あるな。うわ、やばいな。うわ、人気全くないね。ここはですね、標高560メートルの山の斜面にあり、オリーブやブドウの栽培に適した農業の村として栄えたロシーニョ。前世紀にはですね、300軒ものの建物があって、住民も1600人ほどいたみたいなんですけど、地下に水脈があって地盤が緩く、洪水や地滑りの被害が多かったみたいなんですけど、住民は町を離れようとせず立ち向かったのですが、まあ、90年代にですね、マラリアが流行し壊滅状態になり、ゴーストタウン化したみたいです。
現在ね30軒ほど廃墟がねずらーっと並んでる感じなんですけど、まあ、近年まではですねめちゃめちゃ面白いサンタクロースみたいな格好したおっちゃんが住んでたみたいなんですけど、亡くなったということで今誰も住んでない感じで、廃村っていう形になってるみたいです。まあ、見た感じですね、でも日本の廃墟と違って、まあ、設備されてるなっていう感じです。ゴミ箱とかもあったりですね、なんかあの頻繁に近くにもですねビレージもあるんで、そのビレージの人たちがやってきてメンテナンスしてるんじゃないかなっていう感じの印象ですね。さっき警察と出会いまして何してるんやっていうことで尋ねられて、いや日本から来てちょっと廃墟見てるって言ったら、まあ、中身もちょっと見ていいよっていうことだったんで、ちょっとねこの中も入ってみたいなと思います。わあ、いやすごいですね、ここがキッチンやったやろか、ここで料理して、でこの辺が物置で、結構ですね2階も狭いなって感じです。で1階は家畜なんですけど、で他にもルームがあってっていう感じですかね。でこの下がですね、床がですねコンクリートみたいなタイルなのかなこれ、うん、そんな感じですね。こんなところにこれピザ作るやつなんかな、昔からピザ作ってたんか70年前から、そりゃそうやろね、ピザ窯がありますわ。いやーなんか70年前までねここに人が住んでたと思うと寂しいですね。まあ捨ててるもんとか見たらなんか農家の人たちじゃないんかなと思うんですけど、まあこの辺ね農地がいっぱい広がってるんで、いやー寂しいな、人の声一切ないというね。イタリアでねどうしてこんな6000以上もの廃村が広がっているのかというと、まあ、昔にあった自然災害、疫病なども原因があるみたいなんですけど、それ以上にですね現在抱えているイタリアの2つの危機がですね関連しているみたいです。その一つにですねイタリア病、アメリカの記事で読んだんですが、まあ、イタリアには数多くのファッション、車、銀行などの有名ブランドや企業の本拠地があり、まあ、世界最大の経済の一つも呼ばれてたのにもかかわらず、1900年代販売以降イタリアの経済は停滞してるみたいで、何もねイタリア人が怠け者とかではないらしく、まあイタリアの経営者や企業が時代に取り残されているということが問題らしいです。イタリアのねビジネスモデル的に他の国に比べてパフォーマンスより忠実心や人脈を大切にするっていうビジネスモデルが多いみたいなんですけど、まあ、90年代まではそれでよかったみたいなんですけど、まあ、90年代以降 IT が入り個人の能力やパフォーマンスを重視するっていう時代になった。しかしですねイタリアでは現在も数多くのそのね90年代まではよかったビジネスモデルが多く残っているということから経済成長の妨げになっていると、まあ、プラスですね不安定な政府が続き、まあ、法制度、大規模な、ね、脱税問題がまあ関連しているみたいです。で2つ目の理由としてヨーロッパ一の失業率の高さ、イタリアの平均の失業率は 10%、 若者は 30% ということで、まあ、その背景にはですね賃金の低さがあるみたいで、まあ、イタリアには1000ユーロ世代という言葉があって、月収1000ユーロ、なんぼ能力が高い人でも、まあ、1000ユーロで苦しい生活をしないといけないと、まあ、他のヨーロッパの国ではどんどん賃金が上がっているにもかかわらずイタリアは賃金が上がらないということから、一部の記事ではヨーロッパ一不幸な国とかね書かれてたりするんですけど、まあ、そんなイタリア、日本を追い抜いて一人頭の GDP 6位になったんですけど、まあそんなことで、有能なねイタリアの若者はですねどん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 国を出ていき、年間約何十万人の人が国を去ってるみたいです。プラスね大量の移民が流れてきてる問題と、イタリアは世界で3番目に高齢化が進んでいると、まあ、ちなみに日本は1位なんですけど、プラスヨーロッパで3番目に低い出生率ってことで、労働力の低下と社会保障費が増大、日本と同じような問題を何十年抱えた結果、あのイタリアが現在ヨーロッパのお荷物と呼ばれたり、人口が年間約20万人減少し、2008年から約200万人以上が国を出て、50年後人口が現在の 20% 減少すると予想されているみたいです。光がね見えない茨道の中、結果現在イタリアはですねこんな感じで空き家で溢れ返り、どん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 村が死んでいき、現在6000以上もの廃村があるということみたいです。 So what do you think about the Italian economies? I think it's a kind of problematic. For example that in 2030 we will not have enough money to pay the retirements to old people. These are
old country. There are a lot of old people and not so much young workers. So you are 27 years old, yeah, right? So where the young people go? Normally in London. London? Yeah, London of Berlin. I think London is the new kind of American dream here in Italy. Oh, wow. Yeah. So people go there and work there? Yeah, because it's simple. It's simple to start a business. It's simple to, when you have a brilliant idea, mm-hmm. it's simple to making things. I think everyone that has an activity here in Italy or makes something is practically a hero. Mm-hmm. For example, if you have a restaurant, for me, you are a hero, but it's not like this because I think you are not respected enough. Okay, do you think what's the solutions? The solutions, I think, could be, for example, the immigrants. Immigrants? Yeah. So you should accept them all, you think? Yeah, you can get people from other parts in the world, mm-hmm. and you can make them Italian. Mm-hmm. Make them Italian, you can teach them Italian, the Italian traditions, mm-hmm. and make the people Italian, and then let work for us and yeah. Be Italian. Why younger generation, you know, they go out is because it's a difficult situation here. Yeah, maybe because it's a traditional also country. It's a traditional country with traditional kind of things to do. Is they don't like it. Yeah. Oh wow. But you know, it's important for me make an experience outside. Mm-hmm. The most important thing is that you learn a lot of things and that you come back to your country and show to your country mm-hmm. that the things could be made in a different way. So, this is an important thing for me. Okay. But not everyone thinks like me, of course. Yes, yeah, sure. まあ、聞いた話によると、イタリアはですね、両親と暮らす割合が最も高い国の一つとも呼ばれてるみたいで、まあ、34歳未満の成人が 70% 両親と共に暮らしてると。で、34歳から44歳未満の成人が 25% ということで、まあ、もちろんね、イタリアの家族の絆で、まあ、両親と共に暮らしてる人もいるみたいなんですけど、大半はですね、経済的、金銭的にやっていけないということから、まあ、両親と住まざるを得ないという状況みたいです。まあ、といったことから、イタリアのね、若者ものはもがいてる人が多いっていう話もねよく聞きます。So it's difficult life for young people in Italy, you think? It's difficult. Because it's difficult. Of the rent, finding a job. Because it's difficult to find a good jobs mm-hmm. or well paid. Yeah. It's difficult if you decide to have a child mm-hmm. because you have no assistance. Mm-hmm. You must pay for everything. Mm-hmm. So many people don't have a kid. Yes.Yes, so you must decide to don't have kids. Yeah. Because if you are young, you are a mother and you decide to have a kid, mm-hmm. you must stay at home mm-hmm. because you don't know how to work out with the child. I mean that you don't have assistance, so you must decide to stay at home. Yeah. But it makes a problem, economical problem, because for a family it's not easy.To go on with just one job. Yeah, true. So you can choice mm-hmm. to have a child mm-hmm. and stay at home. Oh, with your family? Yeah. Oh, wow.はい、続きましてやってきたのがですね、ここはですね、めちゃめちゃ規模がでかいですね、まあ、丘にある村みたいな感じなんですけど、まあ、ここの情報がですね、あんまりなくてですね、人が住んでるかどうかもわからないって感じです。でも見た感じ全く人気がなくて廃墟化してる建物のみですね。でこんな感じでですね、いろんなところに当時のですね、写真とかが貼ってあるって感じですね。こんな感じでですね、やってそうな店もあります。写真があって。で、中を見るとですね、まあ新しそうなんで、もう最近なんですかね、人がおらんようになったのはって感じですね。さっきですね、通りがかりのおっちゃんと話してたらですね、まあもともとここはですね、若者が少なくて、人口が減少気味だったみたいなんですけど、まあ、1962年に地震があって、もう建物が崩壊するということで、まあ、6500人が退去して、まあ、残りの住人はこの村にね、滞在しようと必死にもがいたみたいなんですけど、まあもう安全のためにということで強制退去させられたっていう感じらしいです。まあ、おっちゃん曰く道の真ん中歩けよと。もういつ壊れてもおかしくないということで屋根とかにですね舗装されてたりね、
村の至る所にはですね、こんな感じでゲートされてて、これ以上行ったら危ないですよっていう感じでね、閉鎖されてるっていう感じですね。いやー、この村もですね、こんな感じで特に写真とか当時のね、あの映像が見られるんで、余計寂しいですよね。もう全く誰もいない、鳩しかいないっていうね。まあ、基本的にね、あのイタリアの廃村廃墟が見受けられるのは田舎の小さな町ってことで、まあ、ただでさえ若者はですね、都会で仕事を見つけるのにも難しいのにもかかわらず、まあ、田舎やとより難しいということで、まあ、そんな中イタリア政府がその問題を解決しようと身につけたのが外国人ということで、イギリス人やアメリカ人などのホリデーハウスにってことで、まあ、最近ニュースでイタリアの家が1ドルで購入できると報道を見ましてですね、また偽情報やろうと思って見てたらほんまらしくてですね、日本同様地方の仮想化が問題になっているイタリアの自治体は1ユーロ物件っていうプロジェクトを始めたみたいで、老朽化した家をですね1ユーロで売り出すことで外国人を引き寄せ、まあ、地域経済を再びですね活性化させる、プラスですね見た目伝統も保全しようという取り組みらしいです。まあでも基本ね、廃墟なんでリフォームは必要なんですけど、まあ物件自体がこれだけね安いのに加えてですね、リフォームの費用もまあ税率排除など政府によるバックアップもあるみたいなんですけど、いやどうやらこんなね辺境の地に人はやってくるのでしょうか。まあ僕はねやってみたいんですけど、まあ一部の人から聞いた話によるとですね、アメリカ人やイギリス人、外国人がホリデーハウスとしてイタリアにやってきて、もうイタリアの根の部分を解決しないと何の意味もないんじゃないっていう声もですね多くあるみたいです。皆さんはどう思われますか。僕個人的にはですね、こうやって伝統あるイタリアの文化残ってほしいと思うんですけど、それやったら飯食うていかれへんと、いや何かを得れば何かを失うみたいな、前にねダマヌール行った時にですね、地球上にあるものはですね進化し続けてるっていう話をしてましてですね、こうやってね古い伝統が消えていって新しいことになっていくのも、これ地球上のナチュラルシステムなんかなと思ってみたり、はい、今日はですね廃墟をですねリノベーションした Airbnb にですね泊まってみたいなと思います。廃墟皆さん見ましたね。あれが一体どういう風になってるのか見てみたいなと思います。はい、ということで皆さん見てください。ここがですね廃墟をリノベーションした宿でございます。ここはですね昔窯やったみたいで、まあ、家はですね上にあるんですけど、その家の窯だったみたいなんですけど、上の天井とかに炭とかもいっぱいついてたんですけども、手で地道で取って、まあ、リノベーションして今宿になっているっていう感じです。部屋になっている感じですかね。すごくないですか。めちゃくちゃ雰囲気でありますね。石造りでこういう感じで窯のね面影が残っております。あの廃墟がこんな形になるんですよ、リノベーションすると。いやー、僕実際やってみたいなってこれ見て思います。トイレもですねこんな感じになっておりまして、まあ、上がですねすごい丸い感じで、もともと窯やったなって思う感じがあります。いやー、めちゃめちゃうまいことしてますね。このタイルとかもすごい綺麗にしてるし、窯の匂いとかっていうのは全然ないんですけど、この天井見てください。この天井の作りはですねたまらんですね。いや、昔のね味が残ってるプラスリノベーションして新しいのが混ざり合った最高の部屋ですね。この建物はですね、もともと廃墟だったみたいなんですけど、まあ、長年の夢だった自然と伝統を大事にした田舎での暮らしとの目標のもと、まあ、3年かけて1万ユーロで家族と協力してリノベーションした宿みたいで、できるだけ当時のままの形を残すことで昔の雰囲気も味わってもらえるようにと願いが込められているそうです。はい、ということで皆さん、今回はですねイタリアの田舎はどんどん廃村化していってるっていう感じの動画でございます。いや、なんか寂しいですね。イタリア都会めちゃめちゃ栄えてたのに、田舎に行くと誰もいなくなったような家が崩れかけているというね。まあ、現在ね、いろんな国に行けるようになって住む範囲は広がってるように見えるけど、実は自然からどんどん遠のいて住む範囲って狭くなっているんじゃないかなってめちゃめちゃ感じたり、まあ、コンパクトシティ化することによって人々をいい意味と悪い意味でコントロールしやすいのかなとも思ったり、なんかいろいろ考えさせられ勉強になった旅でございました。ということで皆さん、動画がええなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ということで、イタリアの田舎からです。アディオス。